レバレンタインデー、または、聖バレンタインデー、聖エントバレンタインデーは、キリスト教圏の祝いで、主に欧米で、毎年2月14日に行われるカップルが愛を祝う日とされている。もともと269年に、ローマ皇帝の迫害下で殉教したセイ、聖、ウァレンティヌスに由来する記念日だと、主に西方教会の広がる地域において、かつて伝えられていた。この日、 キリスト教圏では一般に恋人や家族など大切な人に贈り物をすることが習わしとなっている。非キリスト教圏である日本においては伝統的に女性が男性にチョコレートを贈る日とされてきたが、これについて国内で批判や不満が多く近年は大きく変化している。日本や韓国ではバレンタインデーに発生してホワイトデーが存在する。 ジェフリー・チョーサーの肖像。バレンタインデーとロマンスを関連付けている文書で、現在のところ最古のものとみなされているのは、チョーサーのパーラメント・オブ・フレーズである。バレンタインデーの歴史は、ローマ帝国の時代に遡るとされる。当時、ローマでは、2月14日は、女神、ユーノーの祝日だった。ユーノーは、すべての神々の女王であり、家庭と結婚の神でもある。 翌2月15日は、放年を祈願する、ルペルカーリア祭りの始まる日であった。当時若い男たちと女たちは、生活が別だった。祭りの前日、女たちは紙に名前を書いた札を、桶の中に入れることになっていた。翌日、男たちは、桶から札を一枚引いた。引いた男と札の名の女は、祭りの間、パートナーとして、 一緒にいることと定められていた。そして多くのパートナーたちはそのまま恋に落ち、そして結婚した。ローマ帝国皇帝クラウディウス2世は愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で兵士たちの婚姻を禁止したと言われている。キリスト教の司祭だったウアレンティヌスは婚姻を禁止されて嘆き悲しむ兵士たちを憐れみ、彼らのために内緒で 結婚式を行っていたが、やがてその噂が皇帝の耳に入り、怒った皇帝は二度と、そのような行為をしないようウアレンティヌスに命令した。しかし、ウアレンティヌスは、毅然として皇帝の命令に屈しなかったため、最終的に彼は処刑されたとされる。彼の処刑の日は、有能の祭日であり、ルペルカリア祭りの前日である2月14日が、あえて選ばれた。 ウレンティヌスは、ルペルカリア祭りに捧げる生贄とされたという。このためキリスト教徒にとっても、この日は、祭日となり、恋人たちの日となったというのが、一般論である。上述の逸話には、歴史的背景の説明が必要である。初期のローマ教会は、当時の祭事から、異教の要素を排除しようと努力した跡が見られる。ルペルカリア祭りは排除すべきだが、 ただ禁止しても反発を招くだけであったため、教会にはこの祭りに何か、キリスト教に由来する理由をつける必要があった。そこで兵士の結婚のために殉教したとされる、バレンタイン司教の助けを借りることにしたと考えられる。こうして、キリスト教以前からあった、ルペルカリア祭りは、バレンタイン由来の祭りであると解釈を変更され、祭りはその後も続いた。 前述のくじ引きでパートナーを選ぶ話も、ローマの宗教行事は野蛮であるという印象を与えるために、初期キリスト教会によって創作されたものである可能性がある。カトリック教会においては、第二バチカン公会議後の天礼改革で、史実の上で実在が明らかでない聖人たちが、天礼歴から整理された際に、2月14日のウアレンティヌスの 記念日が取り除かれた。このため現在では公式には祝日として祝われていない。事実、聖バレンタインに関する伝説は複数あり、ローマ準教録によると、この日に同盟の死教が純教している。複数の伝説や奇跡などが重なり、細部が異なって伝えられているとされる。ウィリアム・シェイクスピアの儀曲。 ジュリアス・シーザーの冒頭にルペルカリア祭りの場面がある。ここでシーザーは占い師から3月15日に気をつけろという不吉な警告を受けることになる。1910年のバレンタインデーポストカードバレンタインチョコレートの例、神戸市に送られ神戸布の引きハーブ園に設置された愛の像バレンタインチョコ多くの国で恋人や家族などと愛を祝う日になっている。 遠隔日本では1958年頃から流行した。ただしその内容は日本独自の発展を遂げたものとなっている。戦前に来日した外国人によって一部行われ、第二次世界大戦後間もなく流通業界や成果業界によって販売促進のために普及が試みられたが日本社会に定着したのは1970年代後半であった。 毎年2月に売り上げが落ちることに頭を抱えていた菓子店主が企画を発案したと言われている。女性が男性に対して親愛の情を込めてチョコレートを贈与するという日本型バレンタインデーの様式が成立したのもこの頃であった。文化的に日本の男性は女性にプレゼントをする習慣があまりなかったため定着しなかったので、 女性から男性に送るというキャッチコピーに変えると徐々に流行り出した。菓子店の企画と広告、キャッチコピー、宣伝方法、百貨店とのタッグなどによる商戦の成功であったと言われている。なお、バレンタインデーにチョコレートを渡すのがいいのではと最初に考案して実践したのは一説に大田区の成果会社メリーチョコレートカムパニーの原、国尾であるとされる。 原はその時、一年に一度、女性から愛を打ち明けていい日というキャッチコピーをつけたと言われている。口コミで広がり、マスコミも報道した。また原は、著書の中で、1958年、当時学生だった私に、パリ在住の商社マンの先輩から、冠中ハガキが届いた。そのハガキには、こちらには、チョコレートや、花、カードなどを贈り合う。 バレンタインという習慣がありますと書かれていた。早とちりなところのある、私は、その文章の、チョコレートの部分だけに目が行ってしまい、うっかり、ヨーロッパは、女性が好きな男性にチョコレートを贈るといった意味に、取り違えてしまったのである、と記している。原邦夫が言ったとされるイベントは1958年で、あるのに対し、 神戸のモロゾフ聖火が20年以上前の1936年2月12日に外国人向け自新分ザ・ジャパンアドバタイザーにあなたのバレンタインにチョコレートを贈りましょうというコピーの広告をすでに掲載しており、モロゾフ聖火がバレンタインチョコを最初に考案した仕掛け人であるとされる説が最有力である。そして日本チョコレートココア協会によると 1992年に聖バレンタイン巡教の地イタリアのテルニ市シュから神戸市に愛の像が送られており、その理由は神戸が日本のバレンタインデー発祥の地と分かったからとのことである。特徴日本では女性がアプローチしたい移中の男性に愛情の告白として本命チョコを送る習慣がある。西欧、米国でも恋人やお世話になった人に チョコレートを贈ることはあるが、決してチョコレートに限定されているわけではなく、またバレンタインデーに限ったことでもない。女性から男性へ贈るのが、ほとんどという点と、贈るものの多くが、チョコレートに限定されているという点は、日本のバレンタインデーの大きな特徴である。しかし2017年には、本命チョコにこだわらず、クッキーやケーキ、マフラーなどを贈る人もいた。また、 恋人まではいかないが、友人として送る、義理チョコ、同性間で送り合ったりする、友チョコ、男性が、女性に渡す、逆チョコ、自分で買って食べる、自己チョコ、男性が、男友達に送り合ったりする、強敵チョコというものも見られる。日本型バレンタインデーの特徴を整理すると、以下の3点となる。この他、職場における、贈答習慣が強い点や、 キリスト教との直接的関連はほとんど意識されていない点も日本型バレンタインデーの特徴である。起源と、うよ曲折日本でのバレンタインデーと、チョコレートとの歴史の起源については以下のようなものがあるが、半然としていない。ただいずれにしても、すぐに大きな反響があったわけではなく、商品もあまり売れなかったようである。各種の説があるが、バレンタインデーが、 日本社会に普及した後に自社宣伝のために主張されたために誇張も含まれると思われる。そうじて昭和30年代にはバレンタインデーの贈答品はチョコレートとする意識はまだなかった。当時のバレンタインデーの新聞広告によると購入を進める贈答品にチョコレートは登場しなかった。森永製菓の広告ですら チョコレートは贈答品のおまけとして位置づけられていた。バレンタインデーの起源の一つとされる1960年の森永製菓の新聞広告には、チョコレートを贈る日ではなく、チョコレートを添えて贈る日として書かれていた。バレンタインデーに贈答品を贈るのは誰かという点でも女性に限定されていなかった。ただ、愛の日という点は強調されていた。それはつまり、 夫婦の日であって、当時の社会通念に照らせば、見合いによる結婚を前提とした、付き合い、恋愛結婚は、社会的少数者で、しかも結婚を前提としない恋愛と、未婚の未成年者は想定外であった。しかし、そのような製造販売業者の思惑が続く間は、チョコレートの売り上げは大きく伸びなかった。日本社会への定着と展開でパート各店が、 バレンタインデー普及に努めていたが、なかなか定着せず、1968年をピークに、客足は減少し、日本での定着は、難しいとの見方もあった。しかし、オイルショックに見舞われ、高度経済成長が終焉した1970年代前半、頃になると、チョコレートの売り上げが急増した。オイルショックによる不況にあえいでいた小売業界がより、 積極的にマーケティングを行ったとされ、1970年代は日本の資本主義がほぼ完成し、成熟した消費社会になった時期とも重なる。バレンタインデーにチョコレートを送るというのは、小学校高学年から高校生までの学生層から広まったという。1980年代後半頃には、夫や父親、義父に送る主婦層にも普及した。 また人気アイドルやスポーツ選手、さらにはゲームの開発部署やキャラクター宛てにチョコレートが贈られるケースもあり、後にこのような行為は押しチョコと呼ばれるようになった。贈られたチョコレートがフードバンクへ寄付されたケースもあった。前説で述べたように、当初は贈答品はチョコレートに限られておらず、誰とも交際していない女子から異中の男子へという形でもなかった。 バレンタインデー普及には商業活動が一役買ったことは間違いないが日本社会に受け入れられやすかった要素とそうでなかった要素があることが指摘されている。現在一般にバレンタインデーはチョコレート業界の陰謀と認識されていることとは裏腹にバレンタインデー定着の過程には小学校高学年から高校生の主導的な選択があったことが指摘されている。 ギリチョコとホワイトデー1970年代後半頃に女子が男子に親愛の情を込めて本命チョコを贈るという日本型バレンタインデーが日本の社会に定着するとさらに日本独自の習慣が登場した1980年前半に登場したホワイトデーとギリチョコであるホワイトデーの起源については福岡県の和歌市や 石村一万聖堂のキャンペーンと全国アメカ市工業共同組合の構想が注目されている。1977年に石村一万聖堂はバレンタインデーの返礼としてマシュマロデーを開始した。これは社長が女性雑誌の投稿欄を見て思いついたものだという。1979年には他の菓子店と共同で ホワイトデーという名称を用いたとされる。一方、全国アメカシ工業共同組合の主張によると、1978年6月の組合の総会でホワイトデーキャンペーンの実施が決定され、1980年に第1回愛に応えるホワイトデーキャンペーンが行われたという。そして2回目の1981年には、 好きな女の子にキャンデーを送ろうというキャッチフレーズが添えられた。1984年の第5回キャンペーンには各地で品不足になるほどの盛況となり、同組合ではこの1984年をホワイトデー定着の年としている。20世紀終盤から2000年代以降日本のチョコレートの年間消費量の2割程度が2月14日に 消費されると言われるほどの国民的行事となっており、2000年代以降は、口述のように多様化している。女性が、男性にチョコレートを贈ると同時に、愛の告白をするといった、主要目的以外にも、すでに交際中の恋人や、結婚している夫妻、子供同士でも行われるようになり、憧れの男性、女性に贈るケースや、上司や同僚、 ただの友人などの恋愛感情を伴わない相手にも、チョコレートを贈る、ギリチョコという習慣が定着しているが、ギリチョコは1990年代後半以降、衰退傾向にあり、2000年代後半から2010年代前半においても、その傾向は継続している。また、女性が女性へチョコレートを贈る、友チョコの動きが2000年代初旬より広まってきて、バレンタイン史上、 商戦を支える存在となっており、特に2000年代後半以降、友チョコの市場規模は拡大傾向となっている。バレンタインデーにおけるチョコの売り上げ停滞に危機感を抱いた関連業界の企業において、友チョコを重視したキャンペーンを行ったり、男性が女性にチョコレートを贈る逆チョコといった様々な展開で消費活性化を図っている。逆チョコは特に 森永製菓が積極的に展開しており、1960年と同じく2000年代後半以降も大々的なキャンペーンを行っていて、逆チョコ仕様の逆ダースを期間限定発売するなど力を入れている。この時期はチョコレート販売店舗で特設会場が設けられたり、商品の種類が多様化するため、その試食を目当てにしたり、輸入品や高級品のように、 店頭在庫が珍しいものを自らのために買い求める自分チョコを行うものも2000年代以降増えている。上記のような習慣について日本人自身が抱く感想は様々である。近年では意識調査も行われている。意識調査を参照。世界最大の恋愛、結婚マッチングサイト、マッチドットコムジャパン株式会社は2009年2月5日のプレスリリースにて 2月14日に愛のないチョコレートを形式的に贈答するギリチョコをマッチ .com 社内での配布禁止令を発表した。なお、2010年頃より日本の花業界がフラワーバレンタイン推進委員会を結成し、バレンタインデーを男性から女性に花を贈る日として定着させようとする動きが起こっている。2012年2月には初代ミスターフラワーバレンタインとして 元サッカー、日本代表の三浦和義選手が選出され、話題を呼んだ。2012年には、愛知県内の中学校で、バレンタインデーでのチョコのやりとりが、高速違反とされ、クラブ活動が、活動停止となった事例もある。愛知県教育委員会などへは、保護者などから抗議の投書が多数寄せられており、また、有識者や教育関係者からは、 配慮不足との声が多数出ている。その一方で、バレンタインは環境型セクハラに該当するため、禁止するのが妥当とする意見も近年では、専門家から出されている。バレンタインデーの市場規模は2017年以降、縮小傾向にある。2020年は、前年比4%の増加が見られたが、2021年は、前年比20%減の1050億円に止まる。 見通しである。2019年末より発生した新型コロナウイルス感染症の流行はバレンタインデーのあり方にも影響を与えた。例えば、プロバスケットボールチーム千葉ジェッツ船橋は感染防止の観点から2020年10月より飲食物の差し入れを禁止しており、2021年のバレンタインデーの際にはツイッター上で再度周知した。また、 ゲーム会社スクウェアエニックスは2020年12月より在宅勤務制度を本格化しており緊急事態宣言が解除されていない中でのチョコレートの受け取りが難しいとの理由から飲食物を送らないでほしいと呼びかけた意識調査スマートアンサーが2016年に行った調査では年代を問わず男性の過半数はチョコレートをもらえていないが チョコレートを受け取った男性の大半がホワイトデーをお返しをしているという結果となった。ギリチョコについては20代30代の男性は好意的な意見が多く見られるが年代が上がるにつれギリチョコに対する不快感を強く持つ男性が多くなる。これは配偶者がいる男性までも他人の女性にプレゼントをすることを強要されているためでありその分の金銭を 妻や子供に対するサービスに費やしたいと考えている男性にとっても非常に人気がない。中には義務的なイベントを無理やり作り出して強制的に義理チョコを買わせるのは非人道的な卑劣な商法であるといった通列な批判もある。また、労働法の専門家によると職場内におけるバレンタインデーホワイトデーおごりの強要は 環境型セクシャルハラスメントの印象とされており、危険性を指摘する声もある。性別を理由に、一定の義務を課し、本人の意に反する行為を強要するわけであるから、環境型セクシャルハラスメントにあたる。しかも、女性のみならず、男性も被害者になる、セクシャルハラスメントである。2006年2月にマクロミル社によって調査が行われ、 全国の10代から30代の1030名の女性から回答を得たバレンタインデーに関する調査では日頃の感謝の気持ちを表す機会が69%ついでコミュニケーションの円滑化楽しい年中行事という回答結果であった反対に義務的なイベントと回答した人は23%に止まっておりギリチョコに対してポジティブなイメージを持っている人が 多いという結果となった。しかし2007年2月、同社による20歳以上39歳以下の会社員、女性515名から回答を得た、バレンタインデーに関する調査では、会社でのギリチョコのやり取り、あった方がいいが26%、ない方がいいが74%と、否定的なイメージがあり、 調査年齢層の年齢が上がるほど、否定的傾向が顕著に強くなる調査結果となった。2018年2月1日、日本経済新聞に、日本は、ギリチョコをやめようと、全面広告が掲載された。ゴディーバジャパンのシュシャン社長は、あげる人にとって楽しいバレンタインデーかどうか、それが最も重要なこと。義務感や、形式や監修からではなく、もっと自由に、 感謝や愛情を表現する日として楽しんでいただきたい、とコメントした。2021年1月に、インテージ社が行った調査では、本命チョコを用意すると答えた女性は7.7%に、止まり、前年と比べて急減した。一方、自分のためにチョコを用意する女性は24.6%となり、前年と比べて増加した。 バレンタインデーにセクハラパワハラに近い感情を持つ人も出てきている。西ヨーロッパなどでは男性も女性も花やケーキ、カードなど様々な贈り物を恋人や親しい人に贈ることがある日である。イギリスではカードにはフロム・ユア・バランタンと書いたり、ビー・マイ・バランタンと書いたりもする。西欧、米国では日本に見られるようなホワイトデーの習慣はない。 贈り物の種類は様々であるが、チョコレートも贈る習慣は19世紀後半のイギリスでは始まった。キャドバリー社の2代目、社長リチャード・キャドバリーが1868年に美しい絵のついた贈答用のチョコレートボックスを発売した。これに前後して、キャドバリーはハート型のバレンタインキャンディーボックスも発売した。これらのチョコレートボックス等が、 バレンタインデーの恋人などへの贈り物に多く使われるようになり、後に他の地域にこの風習が伝わっていった。2010年に公開されたゲリー・マーシャル監督のアメリカ映画、バレンタインデーがある。ロサンゼルスでのバレンタインデーの一日を描いており、出演はアシュトン・カッチャー、アン・ハサウェイ、ジュリア・ロバーツ、テイラー・スウィフト、シャーリー・マクレーン、ジェシカ・アルバなどである。 スウェーデンは、あまり広くは祝われておらず、パートナーに贈り物をする男性は40%、女性は48%に止まる。フィンランドやエストニアでは友人に花を贈る人、認識されている。フィンランドやデンマークでは、西洋と同様に愛を誓う人されている。聖教会における、ウアレンティヌス聖、ワレンティンを数形する、聖教会の広がる地域では、 西欧文化の影響を受けるまで、このような習慣はなかった。そもそも聖教会歴においては、3世紀に致命した2名の聖職者であった聖ワレンティンが記憶されているが、記憶日は2月14日ではなく、7月ないし8月である。また、3世紀に致命した聖ワレンティンはもう1名いるが、彼は聖職者ではなく、現代のブルガリアにおける兵士であった。 記憶日は4月24日。いずれの聖、バレンティンについても、聖王に起源を持つ、恋人と関連づける習慣は、聖教会では特に行われない。ただし、教会内では祝われていないものの、商業主義により、教会とは関係のないイベントとして、バレンタインデーが広がる傾向は、聖教会が優勢な地域においても存在する。 ギリシャギリシャではそれほど大きく祝われているわけではないものの商業主義によって年々規模が拡大する傾向がある。CIS 諸国 CIS 諸国においてバレンタインデーが祝われ始めたのはソビエト連邦の崩壊後1990年代に入ってからである。中華人民共和国では常人説と呼ばれ男性が恋人や妻に バラの花束を送って祝う記念日となっている。旧暦7月7日も七夕常人節と呼ばれ、同様の記念日とされている。中華民国では大切な人と過ごす記念日として認識されており、デートをしたりホテルでディナーを取ることが多い。近年は日本の影響を受けて男女問わず大切な人に贈り物をする人もいるため、そのお返しをする。 ホワイトデーも用意されている。日本とほぼ同様である。バレンタインデーは女性が男性にチョコレートを渡すとともに告白をする日であり、3月14日には男性が女性に返礼をするホワイトデーも制定されている。さらに韓国では4月14日には恋人のいない男女が黒い服を着て集うブラックデーもある。ベトナムは 中国と同様に男性が女性に尽くす日となっている。サウジアラビア人の大半は近年までバレンタインデーの存在そのものを知らなかったが外国文化の流入によって一般的に認知されるようになってきた。2004年2月にサウジアラビア最高位の宗教指導者であるアブドルアジズ・アール・アッシャがバレンタインデー禁止のファトワーを出した。バレンタインデーは 偶像崇拝を行うキリスト教の祝祭であり、アラーを崇拝するムスリムがこの祝祭を祝うことは許されない、神の怒りと罰を恐れこの祝祭を意味嫌い否定することがムスリムの義務であると表明した。このファトワを受けて、サウジアラビアの宗教警察である完全懲悪委員会は、バレンタインデーはイスラム教の教えに反するとして、本格的な禁止措置に乗り出し、 店頭からバレンタインデー関連の商品を撤去させたりしている。しかし、宗教的な禁止にもかかわらず、多くの人たちがバレンタインデーを行い、いくつもの業者が商品を販売している。2009年2月11日に、完全懲悪委員会の委員を務めるサッターム、ビン・アブドゥル・アジーズ王子が、サウジアラビア国へ放送に出演して、 バレンタインデーを祝う者には最高刑で、死刑もあり得ると発言するなど、取り締まりの過激化へ向かう方向へ進んでいる。このような経緯から、サウジアラビアでは、バレンタインデーは違法行為となって、全面禁止されていたが、2018年には、イスラム法において合法であるとの見解が出された。ありがとうございます。